長いけど手挙げて止めるもんだと思ってたけどさ、電話かけて呼ぶとさ高くつくんだよ。ワンメーター上げてくるから、運転手はそうしてもらった方がいいんだよ。ワンメーターほら、余分にもらえるから、ワンメーター上げて来るとあれでしょ、次上がるのが早いでしょ、だから電車で来るかね、アプリはどうなのかね、あれはアプリ交代どうなのかね、電車なのかね、わかんない。だから運転手はね、そういう風にやってすんのは嬉しいんだよ、タクシーの運転手は。もうワンメーター上げてくるから、自分で考えるのはあんまりあんまりやんないよね、そういうことね、自分でだからタクシー乗る場合あんまりそういうことやらないで、あれからも会社の通勤の時にだもんね、やるのはね、宅急便の時だもんね。これは下回りずっと綺麗だ、新しいのかこれ。新しくないよ。乗ってないだけなのか。ないの。下回りが綺麗だからね。あの表記なんかほら錆びついてないじゃん。うん。あとこの。最新モデルを買ってそれで乗ってない。下回りも綺麗じゃん。新型やないもんこれ。違う、下回りも綺麗じゃん。中古で買ったのか。うん、中古もそれまで。うん。530だから。ナンバー新しいよね。うん、ナンバー新しい。中古で買ったんだよね。うちの近くですよ。ナンバー本当にだってね、3月とか2月に出した買いのナンバーとかね、だからナンバー新しいからさ。封印が光ってんじゃん。まあ、今着きましたって感じだもんね。うん。中古で買えばほらあのデーラー下回りきれいにするから、問題を洗浄して、あそこのあれきれいだろ、きれいだね、消音器が。いや中古で買ったんだよビッツ買うとは知らなかったから、アレザ池袋のそばで大行列に遭遇。あれも乗用車のこと何も分かんねえから、あの修理屋に寄れる前に買っちゃったんだよな、マーク2出してな、たださマーク2高くタダをあの下取り取るからよ、これ買ってくるよって言われたんだよな、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。であの人はほら現金持ってるからよ、じゃあいくらダサいんだっつって、我が輩には超能力がある。あのビッツが実際いくらぐらいの車なんだか分かんないけど、シャッターは文化社
靴もらって何十万ぐらいでいいです、例えば60万ぐらいでいいでしょって言ったかもしれない、うん、ね、うん、コミコミでよ、うん、女らいいよ買うよってなったら、うん、多分そんな感じだないの、うん、マーク2出して50万か60万じゃねえの、うん、あれきっと修理屋も抱えてたんだよ、うん、お昼食べちゃう売れ残って、うん、なるほど売れ残ってんだからね、今撮ってこっち向かないの、いいのいいの、トヨタだかどこだかカローラだか知らないけど、あれのセールスからよ、うん、何台分ぐらいって頼まれてよ、そ、うん、れで5台なら5台あれしてきっと1台残っちゃったんで、うん、売れ残りなんで、それで多田尾に押し付けたんで、そういう感じだろうね、そこは渋い大持ちのうなぎ屋さんでした。あの人あんなのかね、マクドでよかったんだよな、うん、別に中華走らねえんだから、うん、創業は昭和49年、店内は大にぎわいですが、一体どんなうなぎ料理なのでしょう。一緒に一遍ぐらいは新車も乗ってみたかったのかもしれないけど、うん、まあそれもあるけど、そこにやってきたのは、うん、ダンプでもなんでもみんな中古だからよ、うん、新車じゃねえから、うん、最近のセリフってこだわんなきゃね、うん、みんなもこだわんなきゃったらね、うん、新車バカらしいもんね、バカらしい、うん、ボクシーの出口があったよ、今はな、うん、ボクシーの出口があったよ、うん、バカらしい、ナビとかそんな気にしなかったらもう全然、中国全然いけるよ、あれがオーナーは2回変わってるって言うけど、バリバリだもん、バリバリだもんね、うん、姿見たら欲しがるよな、ああ、うん、俺社長役所にしたから出身ぶっ倒して、それこそあの来年免許証帰るとき返すときあれだったらあげるよって言ったら、うん、うんって言うかもしれない、うん、あれなら入るだろうね、うん、事務所とかに入るもんね、あれだってあれが入ったんだから、チェイサーとかいうのが入ったら入るでしょ、うん、あれがよ、うん、大きいのが入ったんだ、うん、まあ今はもう K を新車で買ったっていうからあれだけどさ、うん、でも新古車で買ってるらしいもんね、うん、新古車で買ってるらしいもんね、あったやつと買ってるとか、まあ新古車だと新車は新車だもん、うん、新古車だろうが何だろうが新車は新車だもん、だからあれだろ、ナンバー付きの買ったんだろ、うん、だと要は日の時間帯に、うん、よくほら K は田舎行くと売ってんじゃん、軽トラなんかナンバー付けて、うん、あれだろ、うん、どこどこにあったって言ってくるの、まかないあんなに力入れて作ってたの、3ヶ月もかかるって、その時は早い方だよって、うん、だからそれ買ったんならすぐ乗ったんだろ、乗れたんだろう、だから免許変更だ、乗ってるうちに免許変更してもいい、うん、ってことこの話も言ってんな、3ヶ月あることはずです、でもね、お前どんくらい待ったんだ、半年とか、半年ってなってるかね、要は半年も経つわ、半年この話は言ってるでしょ、もう言ってるよね、うん、まあ、それが今5月だろうね、
座としてリニューアルし検査。でも俺はかなり早い方らしいからね、写真によるけどね、ラブホールでもって半年で来たんだよ。時代とともに進化しています。そういうのはあれだから、しょうがない。34年続いたシネマサンシャイン、注文した時のあれだから、2019年にタイミングだから、タイミングだから。話題は国内最大サイズのスクリーン、高さはだいたい言ったらすぐ半年って言ったじゃん、サンシャイン60通りにあるのが2000年開業のキューバックスシネマ。あの時に注文する前からラブホール半年で来ますって言ったもんね、だから。あのボクシーが一人どのことは、いや、ラブホールは外してきました、今ですって。椅子を外しているようですが、ここがなんか閉館されるっていうことなので、一つ9000円どうやって返したのか、られるニュースを聞いて急いで、あのスーパーが出てるか、スーパーのあれか、晩飯の弁当箱買ってきたか、え感じから言うと、あスーパーができたもんね、自分で外して持って帰るという条件にもかかわらず、およそ200席が揃う。車から言うとだ、夜のやつ照明消えちゃうんだよ、なんか次くも止まってんだこれ、なんか今日の部分車止まってんな、オートバックスも持ってはってんの。池袋東口の魅力はポップカルチャーだけではありません。まったり眺めるクラシカルな喫茶店、あっちはっていう人であるもんな、